きの情報をお伝えします。アファシス、つまり私は宇宙船 SBC フリューゲルに入るための鍵になります。つまり文字通りのキーパーソンです。偉いでしょう。ありがとうございますマスター。で、相談というか報告なのですけど、私はまだヘナチョコなので強化しないと鍵になれないのです。それってどういうこと？私の機能は現在完璧ではありません。昔 SBC フリューゲルが墜落した時の衝撃でフィールドのあちこちにパーツを落としてしまったのです。あ、そういう話だったんだ。その後すぐにスリープ状態になり、マスターと会うまでずっと眠っていたので、パーツを落とした場所もあやふやです。パーツがなければ私はヘナチョコのままです。マスター、パーツを集めていただけないでしょうか。強化すればミサイルを発射できるようになったり、爆撃機や戦車になったりもできるかもしれません。なるほど、アファシスの強化クエストってわけね。タイプ X 独自のものなのかな。マスター、ぜひお願いします。私が強くなればもっとお役に立てるようになりますから。もっとね。マスターも大変ね。討伐完了、よくやった。で、終わりだ。無事に到着したな。余裕を持って動けた。これでどうだ。エネミーだ。さあ、ヘイトが集まっているぞ。よくやった。で、終わりだ。発見した。うわー、すごいじゃない。クレハ、嬉しいよ。エネミーだ。ヘイトが集まっているぞ。スナイパーだ。いいじゃない。発見した。警戒を怠るなよ。警戒を怠るなよ。まずいな。アファシス、助かる。さすが私。私誰？楽勝ね。あっけなかったな。そうだな。さあ、逃げちゃう。行動に移すぞ。討伐完了。逃げた。警戒を怠るなよ。スナイパーだ。すごいすごい。
復活しないといかんな。尊敬する。ありがとう。ありがとう。ヘイトの分散を頼む。アファシス、助かる。やるわよ。すごいな。最高です。あっ、これで終わりだ。あっ、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 よっ、あっ、すごいじゃない。あっ、ありがとう。あっ、手を貸してくれ。手を貸してくれ。やっちゃう。キリト、ありがとう。討伐完了。全部集まっているぞ。見つかる。ヘイトが集まっているぞ。アファシス、助かる。ナイスプレー。見つかる。変だ。気をつけて。何かしてくる気配です。クリティカルだ。アファシス、助かる。手を貸してくれ。アファシス、ヘイトが集まっているぞ。ヘイトが集まっているぞ。クリティカルだ。ヘイトが集まっているぞ。アファシス、助かる。なかなか手強いボスだったな。みんなが協力してくれて助かったわ。で、どんなパーツが手に入ったの？頭が良くなりました。金庫の機能が拡張されました。これで預金や運用ができるようになりましたよ。マスターの平べったいお財布を分厚くできます。それはかなりすごい能力だけど、いきなりレイちゃんにお金を預けるのはちょっと不安ね。SBC フリューゲルのことは何か思い出したかい？はい、少しですけど。あそこは昔私が住んでいた場所でした。だからアファシスはみんな SBC フリューゲルの鍵を持っているのです。そういう設定なのか。よし、次のパーツの情報を集めようぜ。
よう、景気はどうだい。ああ、そのな、あ、その、なんというか、あ、いや、いいんだ。呼び止めて悪かったな。ダメだ、ちょっと待ってくれ。ああ、今日はあいつ連れてないんだ。ほら、あののんきで元気なやつだ。いや、別に連れてこいって言ってるわけじゃねえぞ。けどよ、いつもお前さんと一緒にいるからよ。どんな関係なんだ。なんだって、あの子が AI？ そうだろう。この間街で見かけたけど、何もないとこで転んでたぜ。愉快な性格をしているし、あれが AI なんてな。いや、それなら話が早い。一生に一度の男の頼みと思って聞いてくれ。お前さんのアファシスを譲ってほしい。金やアイテムなら持っているだけ全部払う。他に条件があるなら言ってくれ。最初はおじさんその2とか言われたけど、全然印象はなかった。抜けているけど大事なところは押さえている。面白いやつだなってさ。それから見かけるたびにドジやったりアホなこと言ってるからよ。なんというか不思議と目が離せなくなった。俺様は相当強い方だが、仲間の基準は強さじゃねえ。大事なのはハート、それにノリが合うかだ。ああいう面白いやつを俺様の相棒にしたい。ドジでもいい、いやドジなのがいい。俺様が最高のパートナーに育ててみせる。とま、俺様の腹の内はこれで全部だ。頼む、どうか譲ってくれ。まあそうだよな。お前さんは仲間を金で売るタイプじゃねえよな。けどよ、俺様だって一度言ったことは引っ込めねえ。そんなの男じゃないからな。そしてアファシスはアイテム扱い。戦いで奪うことも不可能じゃねえってことは分かってるな。フィールドに出た時は用心しておけ。全力で奪いに行くぜ。こんにちは。あら、それでね、まずはじめにね。大丈夫そう？目的地に到着しました。待っていたぜ。お前さんたちがフィールドに出てくるのをよ。話は聞いているわ。あんたレイちゃんを狙ってるんですって。アファシスが欲しいならエネミー狩るなりレンタルなり何でもしなさいよ。俺様が欲しいのはそこのアファシスちゃんただ一人。お断りします。そういう率直なところ嫌いじゃないぜ。ほらレイちゃん嫌がってるじゃない。無理やりの勧誘はマナー違反よ。これは勧誘じゃねえ。所有権を得ても俺様は
アファシスちゃんの自由を保証する。マスターの登録なんてクソくらいだ。俺様は相棒としてアファシスちゃんが欲しいんだからな。そういういいことを言われるとちょっぴり反応に困ってしまいます。俺様と勝負しろ。今すぐここでだ。俺様が勝てばアファシスちゃんをよこせ。その代わりお前さんが勝てばいいアイテムをくれてやる。とびっきりのやつだ。それは欲しいけど、勝負の方法は？お前さんたちもパーティーを組んでいるようだし、俺様の仲間たちと対人戦でどうだい？どうする？断って逃げちゃうのも手だけど。仕方ないわね。でも相手はベテランプレイヤーよ。油断しないで。見つけた。ヘイトが集まっているぞ。無事に到着したな。言わねえ。今回は俺様の負けだ。引き下がってやる。ほらよ、約束のブツだ。ねえ、ちょっと待って、今回は？ついニュービーだと思って手加減しちまったからな。これが俺様の真の実力だと思うなよ。うちの親分はしつこいぞ。勝つまで絶対諦めないからな。せいぜい覚悟しておくことだ。あばよ。とんでもないのに目をつけられちゃったわね。人気者はつらいのです。まだ成長。レベルアップだ。ようよう、待ちくたびれちまったぜ。久しぶりだな、アファシスちゃん。そんなに久しぶりじゃないですよ。外に出ると必ずジョーがいますから。親分、追っかけしているのバレバレみたいっすね。俺たち尾行や潜伏系のスキル持ってないしな。またあんたたち、そういうのってね、ストーカーっていうのよ。まあまあ、ジョーはいい人です。この前はお菓子をくれました。細かいことは気にしないでください。何をもらってもジョーの仲間にはなりません。つまりマスターであるお前さんを倒さないとアファシスちゃんは俺様の仲間になれないということだ。どうしてそういう理屈になるのよ。正々堂々と勝負しろ。勝負はこの前もやったでしょ。戦うなら受けて立つけど、レイちゃんをかける意味はないわ。情報でどうだ。アファシスちゃんのパーツを集めているんだろ。俺様はアファシスちゃんのパーツの情報を持っている。こいつは情報屋で買ったらかなり高くつくぜ。なんでそんなことまで知ってるの。アファシスちゃんのことなら何でも知りたいからな。集めまあ
勝負を受けようが断ろうが、俺様の照準はお前さんの眉間に合わせてやるぜ。パーツの情報は欲しいわね。どうする？そうなるわよね。発見した。ナイス！決まったぞ！アハシス、助かる。最高です！はい！で終わりだ。私たちの勝ちよ。パーツの情報をよこしなさい。まさかこの俺様が負けるなんて。一度した約束は必ず守る。ほら、これがパーツの情報だ。パーツが手に入ればさらにパワーアップできるのです。大事な情報をありがとうございます。いいってことよ。さて、敗者は潔く消えるとするか。またな。もういい加減諦めればいいのに。レイちゃんもお菓子なんかもらっちゃダメよ。わかりました。今度はアイテムや情報をもらうようにします。まだまだ強くなるわよ。